さあ始まりました、モストボンジェット TV、 司会のバッドボーイです。よろしくお願いします。さあそして誰ですか。はい、ゲーム実況やっておりますセントスと申します。はい、よろしくお願いします。アクスタードットバッドです。よろしくお願いします。さあね、はい、お久しぶりでございまして、はい、2週間空いて ね、1週間ごとある曜日もあれば、はい、ね、今日は2週間空いての久しぶりでございますけど、はい、いやもうね始まってね、今日7回目でございますけど、はい、セントスさんが、うん、いきなり楽屋に来まして、ね、写真撮ってくださいと。いや、あのだってそれ7回経って言う、写真撮ってってタイミング見計らってたら見計らっててじゃないですよ。本当に次回はバタバタしそうなんだ。思い出にこういう感じでしたね。いや、めっちゃ面白かったですよ、はい、本当に、はい、ね、さあということでございまして、はい、セントスさん、この番組の自己紹介お願いします。はい、ちょっと待ってくださいね。はい。まだ慣れる、セントスさん。お願いします。いや、ちょっと失礼しました、はい、この番組はついに先日15日に発売されました、はい、Need for Speed Most Wanted のライブストリーミング番組となっております。モストウォンテッド、つまり最重要指名手配となるべく壮大なオープンワールドを舞台に、現実では体験できない激しいバトルを繰り広げる人気レースゲームです。おお。だからちょっと硬いんですけれども、はい、まだオンライン接続です。いや、いいです、気にしなくて。噛み切りました。あ、噛み切りましたね。タモさんか、お前。すいません。接続何の前やの、これ。セントスさん、お願いします。世界中の人々とのマルチプレイが楽しめるのも大きな魅力の一つとなっております。はい、モストウォンテッド TV では、毎回豪華なゲストによるエキシビジョンマッチのターン、はい、一般参加の方による豪華賞品をかけた8人マルチトーナメントプレイを開催していきますので、はい、番組を通じて、ぜひこのゲームにですね、興味を持っていただければ。はい、なるほど、はい、ありました。はい、楽しみですね。さあ、ということでございまして、うん、じゃあ、まずは、エキシビジョンマッチでございますよね。はい、はいはい、ということでございまして、今回も、放送中に来たコメントの中から、我々が面白いと思った方に Need for Speed Most Wanted の、PlayStation 3版、PS ビータ版、はい、Xbox、360版をそれぞれ1名の方にプレゼントいたしますので、はい、どんどんコメント送ってきてください。こちらの方に送ってきてください。さあ、ということでございまして、はい、早速本日のエキシビジョンマッチに参りましょう。はい、さあ、今回対戦するのは Xbox、360を発売している、はい、日本マイクロソフト株式会社の社員さんと Need for Speed、Most Wanted、発売源であるエレクトロニックアーツ株式会社の社員の皆さんです。どうぞ。なんか今日は、ね、はい、今日急に大人が、はい、ねえ、大人ですよ、本当に。年的には大人なんですけど、精神的な大人が。いや、精神的には大人です、今日は。さあ、ということでございまして、マイクロソフトの、はい、株式会社の、そうです、日本マイクロソフト株式会社様です、はい、なかなか交えそうにないキャラクター。そうですよね、本当に。吉本の本社とかたまにこういう方はね、いらっしゃいますけどもね。ここは、こちらの、赤い服を着ているのが、そうですね、はい、はい、そうです、そうですよね、はい、もういつも見る顔でございますから、はい、本当にそうですね、お疲れ様です、よろしくお願いいたします。いつも見すぎてどんな人なのかも分からない。はい、はい、このゲームを開発してる、はい、ですもんね。はい、さあ、はい、それでは早速エキシビジョンマッチの方に参りましょうか。はい、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 さあ、それでは皆さんスタンバイの方よろしくお願いいたします。お願いします。あれ、女性が一人混ざってるんですね、はい。あ、二人、あ、二人いらっしゃるんですね。すみません、本当にお気づかずに、本当にね。どうですか、ゲームは、これは。あ、そうですね、やらせていただいております。なんでそんなキャラなの、なんなんすか、急にびっくりした。メガネ学校通った。典型的な。ないですか、メガネ学校。ちょっと入りがそうだったんで、続けた方がいいかなと思って、はい、はい、どうですか、ゲームこれ得意ですか。すごい車は得意じゃないんですけど、ランボルギーニだけは好きなので頑張ります。いや、そんな無理よ、そんなんで。ランボルギーニ好きやからって、これやれるゲームじゃないですからね。ぜひとも頑張ってください。よろしくお願いします。ね、さあ、そしてもう一人の女性の方に聞いてみましょうか。はい。すみません、僕はマイク向けてから喋ってもらっていいですか。すみません、何言ってるか、ピンマイクついてませんから。もうシャワー浴びずベッド行くタイプ。はい。エレクトロニックアーツのアツチです。はい、よろしくお願いいたします。どうですか、ゲームの方はどうですか。まあ、ゲームズレベルというシューターとかガチのゲームを担当しておりますので、今回はマイクロソフトさん相手ということなので、はい、緊急招集されてきました。今日は VS って感じなんですか。いや、そうですよ、これもう負けたらですよ。うわ、ホゲーって感じです。ホゲー、すみません、何ですか。どういう感情。すみません、ちょっと、はい、言葉が見つからなくて、はい、とりあえずちょっと言っちゃいました。ホゲーって、はい、さあ、負けられない戦いということで、それでは皆さん、はい、準備の方よろしくお願いします。お願いします、はい、さあ、行きましょう、行きましょう、行きましょう。
これでもかなりハイレベルな今日戦いが。いやそうですよ、作った人と、そうですね、売ってる、売ってるっていうかプラットフォームの方ですからね。そうですよね、はい、だからもうかなりこれはやり慣れてるはずですもんね、うん、下手打つわけにはいきませんから。そうです、はい、はい、さあそれではセントスさん、はい、ゲームのルールの説明の方お願いします。かしこまりました。はい、このゲームではですね、チェックポイントを通過しながら誰が一番早くゴールにたどり着けるかを競うレース、はい、それからジャンプ台を利用するジャンプ、スピードカメラの下を誰が一番早く駆け抜けるかを競うスピードトラップ、うん、そしてぐるぐるドリフトで回り続けるドリフト、以上4つのセクションで行われます。はい、で順番が、大丈夫ですか。はい、順番が、スピードトラップ、それからレース、ドリフト、ジャンプ、そして最後にまたレースをやる、この5個を順番にやってまいりますね、はい、5個、はいはい、そして合計点が高い方が勝つということです、はいはい、すごい絵ですねこれね大人やわこれ、はい、みんな大人。そうですね、はい、これ事前に言っといてくださいね、突っ込んだらなんか仕事上まずくなる大丈夫ですか。全くないですか。はい、いやこれ1位よりも、はい、誰かビリになっちゃったりしたら、はい、ちょっと会社帰った後ちょっとやばいかもしれませんね。いや本当そうですよね、はい、確かに作った方々ですもんね。そうです、だから屋上っぽいみたいな、はい、いや古い古いし若いしさあこれは今まだ、同時にスタートボタンを押して入るんですけども、はい、これはもうスタートボタンを押してるんですかね。大丈夫でしょうか。さあそうですね、じゃあ自己紹介の方まずお名前の方を言っていただいていいですか、はい、セントスさん。失礼しますね。はい、セントス、こっちだ。セントス、まずは、あ、もういいんでしょうか。はい、はい、どうぞ。1番ですね、はい、1番のカメラの方が、はい、エレクトニックアーツの、カズさんですね。カズさん、国名がエクアドルです。はい、よろしくお願いします。そして続きまして2番、ブラジルの国籍の、プレイヤーの方、これカメラの方変わ切り替えていただけないですか。大丈夫ですか。はい、さあ、マイクロソフトのニーボリさんですね。はい、はい、マイクロソフトの何さんですか。あ、ニーボリさんですね。ニーボリさん、はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、そしてはい、カメラ変わりまして3番の方、はい、国籍がボリビアで、はい、同じくマイクロソフト様の、およべ様。およべさん、はい、はい、よろしくお願いいたします。およべさんね、はい、今日はベロアのジャケットで着られまして、いつもベロアなんですか。大体そうですね。おしゃれですね、ベロアですよ。はい、はい、さあそしてはい、4番のカメラに行っていただきまして、はい、国籍コロンビアで、はい、エレクトニックアーツの宮崎様ですね。宮崎様、はい、はい、よろしくお願いします。はい、だって宮崎さんはだってずっといますもんね、始まってるから。いつもいます、はい、いつもいますから、はい、言うたら指導されてる方ですから、はい、一番上手くないとね、これメンツがございますから。はい、はい、さあそしてはい、行きましょう。5番の方ですね、はい、チェコの国籍、これがエレクトニックアーツ様の山田様ですね。はい、山田さんは、はい、あ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山田さん、ちゃんとご飯食べてますか。大丈夫ですか、はい、はい、そして6番のカメラ、パラグアイの国籍が、はい、マイクロソフト様の沖本さんですね。さっきのメガネバカ女ですね言われてますよ。メガネまで合ってますよ、はいはい、すいません、本当にすいませんね、はい、びっくりしてるじゃないですか、はい、では7番のカメラの方、はい、アルゼンチンの国籍、マイクロソフト様の川中さんですね。あ、川中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはメガネバカ男でいいですかいや関係ない、はい、飛びした。メガネまでしか合ってないですすいません、本当に。で、はい、最後8番の、はい、チリの国籍のプレイヤーの方が、エレクトニックアーツ様の、アッチさんですね。アッチさんですね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこのようなメンバーで繰り広げるわけですね。はい、はい、これはなんかこう挟んだ感じはなんかこうなんかあるんですか。これはこれはそうですね、特に別に何も問題なく、いや、真ん中にそのマイクロソフト様の、はい、4名を配置して、はい、それをですね、このエレクトリンガース様が挟むという、挟むというね、嫌な図式ですね。そうです、絶対意図的ですねこれ。はい、はい、さあこれは今ただいま何をされてるんでしょうか。はい、集合地点にまずは集まっていただく形で、はい、はいはい、ゲームにはもうインできておりますので、はい、はい、また今日のレースはですね、はい、車をまたコロコロ変えてもいいとのことですので、はい、なるほど、各レースに合った車をチョイスしていただいて、はいはいはい、ベストオブベストの動きを。どうします、これ負けた方はどうします、坊主かなんかします。いや急に緊張感ピリピリになる。ちょっと坊主はまず、坊主はあれなんで、はい、髪の毛を3本抜くっていうのどうですか。3本、いやそれはそれ痛いですけど、3本、3本ぐらいなら大丈夫でしょ。いやでも私は女性がいらっしゃいますからね、そっか、髪の毛命は、命でございます、はい、3本ぐらいやったらいいでしょ、はい、できますからね3本抜くっていう地味なさあこれは今スピード、
の前に、集合地点に集まる、はい、集合地点に行っていただいている形ですが、はい、まだ集合できない方が数名いらっしゃる。誰ですか、集合できない人は。メガネバカ女でしょう。集合しなさいよ、本当に。ずっとクラッシュしてますよ。クラッシュしてますね。ずっとクラッシュしてますからね。足引っ張ってますか。お願いしますよ、本当に。車壊してますね。みんなあと集合してますもんね。はい、だいたいそうですね、はい、ほとんどの方が集合。メガネバカ女だけでしょ。あ、せいよ、集合。運転すごいですね、壁に沿いながら運転してる形で、ね、はい、お願いしますよ、みんな待ってますからね。他の皆さんはもう、あ、始まりましたね。さあ、始まりましたね。さあ、これから今、はい、スピードテスト、はい、はい、まずは、これはレースです。あ、レースですね。はい、あれ違うの、レースじゃないですよ、セントさん、はい、速度計測ですね。速度計測でございます。はい、はい、もう髪の毛抜く。はい、自分の抜いちゃうんですか。セントさんは、180本抜く。180本全部じゃないですか。いや、全部ではないわ。もっとあるわ。それで形成されてないよ。ちょっとびっくりしました。少なすぎる、180本。もうそれ、ハゲてますよ、180本やったら。はい、さあ、ですね、はい、スピードトラップというですね、場所を最高速でこう通り抜けていただくというところですね。はい、はい、誰が一番最高速出せたかという。はい。はい、ありがとうございます。いや、どうでしょうね、めっちゃ体動かしてます。まずそう、はい、やっぱゲームしてると体動いちゃう。めっちゃもじもじ。あ、もじもじしてる。何ですか、トイレ行きたいんですか。ちょっとじゃないですよ。リアルでそうだったみたいですね。さあ、現在トップは誰でしょうか。現在トップですね、すごい記録の246キロを出した方がいらっしゃいます、ね、あれで、これがボリビアですから。ボリビアは、はい、はい、3番の及部様ですね。あ、このジャケットの方です。及部さん、ベロが来てきてよかったですね、及部さん。これで優勝すればもういいですよ ね、ちょっと負けてますよ、マイクロソフトの皆さん。あまりにも差がついてますね、はい、2位の方が215キロですから。2位は誰ですか。2位の方はですね、はい、これはエクアドルですから、はい、セントさん、それ持っとこうか、もう。あ、はい、1番のカズさんですね。あ、カズさん、はい、おお、さすがですね、カズさん、はい、2位。担当の方は、ちょっと待ってください、宮崎さん。宮崎さんは、担当ないですか、宮崎さん。あ、5位か。担当から外れてしまえ。5位ですよ、本当に、はい、次回作から違う方が作られるようになっちゃいますね。、はい、いや、せめてね、1,2,3 のどこかには入ってってほしかった。さあ、はい、あ、でも上手ですね、今日でもシビアですね、これ、はい、本当に結果がイコールも新堀さん、全然表情変わらず淡々と楽しんでますか、新堀さん。あ、夢中、そうですよ、はい、いいですね、はい、本当の車の運転みたいに集中してやってらっしゃるのかもしれないですね。もっと楽しんでですからね、皆さんね。すごい無言でやってますから、チキショーとかリアクションしていただいて大丈夫ですからね。はい、では次のレースですね、はい、はい、これはチェックポイントをズンズンとクリアしていって、最後のゴールを目指していくというレースになっております。はい、ぶつけちゃってもいいんですもんね。ぶつけちゃってもいいんですけど、これポイントになりますからね。急ぎたいんですけど、コースアウトが怖い。あ、いいですね、邪魔し合ってますね、いいですね。あ、本当ですか、みんな今からぶつけるぞみたいな言ってもらったら盛り上がってますよ。お嫁さん、言ってもらっていいですか。今からぶつけるぞ。テンション低く。ちょっと、これやばい。声帯が盛り上がる声帯じゃない。ねえ、はい、さあ、宮崎さん、どうですか。はい、まあ、5位でしたしね。本当ですよ、担当から外れてしまえ。そうですね、はい。最後の放送には広報として来てるかもしれませんからね。はい、さあ、皆さん結構車を変えてらっしゃいますね、はい、車、今回レースなんで、はい、スピードが速い車に変えてらっしゃる方がいらっしゃいますんで、はい、さあ、カズさんは今のところどんな順位なんですか。カズさんはですね、はい、あ、そうですね、はい、潰されちゃいましたか。このレースに関しては今ボリビアですから、はい、あれ、ちょっとポイントが高いですよ。やっぱり及部さんが今1位ですね。及部さん、あれ、でも今暫定1位がですね、はい、チェコですから、はい、5番の山田さんに変わってますね。あれ、ダーヤマ、はい、ダーヤマ、ダーヤマ、はい、ダーヤマ、カスタマーサービスの方みたいです。さすが、いつもご飯食べずにゲームばっかやってる会ありましたね。ちょっと待って、俺のせい。話しかけちゃったもんだから、はい、ちょっと何なんですか。いや、一応これ番組ですから、まあ、話しかけますよ、はい、ほら、話しかけたからみたいな。たまったもんじゃない。ちょっとメガネバカ女のゲームの仕方独特やな。片肘ついて、はい、あの子に対してだけ当たりきつい。行儀が悪いわ、行儀が、行儀が悪いですよ、あなたは。本当にチキショー、チキショーじゃないよ。
行儀が悪いわ、本当に。どうなってるんですか、本当に。確かにセレブな感じですね。はい、全然セレブじゃないですよ。はい、さあ、はい、現状は、さあ、結構の方がゴールしていますね。はい、あとは、早いですね、やっぱり。いや、めちゃくちゃ早いですよ、これ。いや、いつもですね、押してるんで、僕今日は巻いていこうと思って、はい、結構オープニングがサクッといったんです、はい、大体20分ぐらいかかるなと思って、はい、これは早いですね、どうしましょう、これは巻きすぎかもしれない。逆に余っちゃうパターンじゃないですか、はい、これ。いや、可能性ありますね。こんなに早いとは、ちょっと。大体いつも20、ボリビア誰ですか。ボリビアは、サンマのおよべさん、ね、およべさん、はい、そうなんですよ、ダントツなんですよ、ダントツなんですよ、はい、ちょっと宮崎さん、担当今2位ですから。あ、今2位になりました。いや、1位取ってくださいよ。そうですね、はい。いや、2位ですからじゃない、1位を取りなさい。あ、ちょっと、あ、そうですね、なるほど、はい、後ろからコシタンタン、作戦があるんですよね、コシタンタン、はい、はい、そうですね、面白くしてくれてるんですかね、はい、ちょっと川中さんが全然目立ってないんですよね。川中さん、川中さん、今川中さんないですか、セントスさん。川中さん、アルゼンチンですから、はい、あ、でもちょっと表記はされていないので、はい、ちょっと今まだ見えないですね。はい、ただ中盤ぐらいにいる方だ。中盤、うわー、ザ平均。一番いじりがいがない、ちょっとお願いしますよ、本当に。女性のね、ゲームの仕方が独特なんですよ、なんか。そうですね、はい、お二人ともちょっとポーズが結構、ね、何なんですか、このポーズは。なんちゅうポーズでゲームしてるんですか。バカ野郎。やりなさいよ、そしたら。見たいよ、ぜひ開脚で。本当に。サービスしなさいよ、そしたら。どうなんですか、今1位は。はい、はい、1位はですね、チェコでございます。山田さんですね。東山、はい、また東山、後半来る方ですね。なんか後半ちょっと来ますね、東山、はい、これ得意してきました。声が小さい。声がやはり小さい。得意してきましたか、今日は。仕事中にこっそり、いや、音声拾えないんで、ちょっとすみません、ダイヤマン貼った方がいいですか。貼ってください。仕事中にこっそりやってました。仕事中にこっそりやってました。ちょっとまずいかもしれませんね。なるほど、はい、山田さん、後ろから見た雰囲気、病院の待合室みたいな。やめなさい。やめなさい。ご飯食べてないです、ダイヤマン。先手待ちみたいな、はい、さあ、どうでしょうか。はい、ですね、これは、それは今変わったんですか、今ゲーム内容は。今ドリフト、はい、はい、さあドリフトですよ。これすごい記録出てますね、ボリビアの方。やっぱりおよべさんですね。はい、およべさん173メートル。およべすごいな、淡々と。すごいですね。おっと、でもこれで抜き返しましたね、はい、しました。すごい記録出てますよ。コロンビアの方、あ、宮崎さん、ついに宮崎さん、来た、覚醒しました、覚醒しましたよ。ちょっと、はい、259メートル、圧倒的記録です。おお、はい、覚醒した。たまたま、たまたまドリフトだけが得意なんじゃないですか。です、ね、はい、可能性ありますね、さあ、しかしまだドリフトゾーンに行けてない方、はい、メガネ女バカでしょ、ですね、はい、沖本さんと川中さんが、はいはい、はい、ツーショットでたどり着けていない。たどり着けてもいない。、はい、点数ダントツに低いですもんね。いや、あ、点数が低いのはあれ、ダイヤマじゃないですか。ダイヤマちょっとドリフト苦手っぽいですね。チェコの方ですから、はい、あ、低い。おお、あ、山田さんにも弱点がありましたね。で、ダイヤはちょっと、はい、ドリフトが苦手みたいですね。うん、お、あれ結局、はい、あれ宮崎さん、1位やったのに抜かれてるやん、ダイヤマに。今の本当本音でしょうね。って言ってましたからね。いつ1位取ってくれるんですか、宮崎さん、本当に。全部取ってくださいよ、はい、さあ次は、次はジャンプでございますよ。ジャンプでございます。このゲーム、花ですね。これはジャンプですよ、はい、まずはチェックポイントに行っていただいて、はい、あっちさんの開脚ジャンプみたいです。開脚ジャンプ。着地ちょっと腰痛そうですね。はい、セントさん、もう捕まえんで、逃げて逃げて、はい、逮捕ですよ、今捕まえますよ。何ですか、着地腰が痛そうです、ね、いや、まあ、いや、それ車のレースですから。はい、何言ってるんですか、ゲームですよ。いや、そうですよ、早く、皆さん早くちょっとチェックポイント行っていただけないと困りましょうね。まだチェックポイントにはまだ皆さん行っていない。はい、あと2名の方が行っていない形になりますね、うん、はい、あれでしょ、メガネバカ女とメガネバカ男でしょ。メガネでしょ。いや、でも国名英語だから読めないんですよね。これがかなり今日はネックなんですよね。あれ、なんて読むんだろう、アレグレーナ、なんだろう、
アルゼンチンですね。はい、そう、アルゼンチンの方。アルゼンチンはアレクレーナ、はい、いいですね、斬新ですね。すごい、セントスさん。アレクレーナさん、今日尋常じゃないね。やばいですね、ちょっとメガネ取った方がいいですかね。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、そうですね、やっぱり、川中さんがやっぱり迷ってらっしゃいますね。はい、川中さん、ある意味目立ってる方ですね。はい、お、大丈夫ですか。あと10秒で自動わかりました。はい、早く川中さん集合してください。川中さん、これちょっと初プレイの可能性ありますね、この動き。川中さん、マジですよ。はい、自動。はい、自動ですね。はい、いけんかった。はい、自動。素晴らしいゲームですね。たどり着けなくても始まる。はい、さあ、これはジャンプですから、はい、ジャンプポイントに目指していただいて、やっぱりこの距離を競いますからね。はい、うわー、ぶつかった。あー、しかしこう邪魔も大事ですから ね、 ね、そうなんですよ、はい、狭いんですよ。これ強そうな人のとこを邪魔するっていうのもね、このポイントですからね。はい、坂の上に車のまま乗ってたのもいいかもしれないですね。はい、うわ、もういきなり161メートル出ましたね。 161? はい、あっさり出ましたね。え、誰これ161。お呼びさんですね。お呼び、妖怪お呼び。そうなんですか。あ、でも暮らしちゃいましたね、油断大敵ということで。161はすごいです。いや、すごいです。もうこのままリタイアしなければトップの可能性ありますね。うん、やっぱジャンプはもう上限が割と決まってますから。161をほぼもう最高記録で。いや、もうすごいと思います。すごいですよね。いつもの参加者だと100超えたらもうすごいってレベルなんですけど、ね、すごい。え、宮崎さんはちなみに。宮崎さんは何でしょうね、はい、今クラッシュしてることだけがなんかちょっとこう目立つところみたいな。はい、宮崎さん、退場。宮崎さん、退場させられました。宮崎さん、ちょっと宮崎さん、お疲れいいところなし。お疲れ宮崎さん、お疲れ次回の放送で広報部の宮崎さんが見れるかもしれませんね。全然いいとこ見せてないですよ、はい、今日さあ、161のお嫁さんは皆さん抜けない。いや、これすごいです。さあ、そのまま終わっちゃいましたね。はい、ってことでトップですね。いや、これやばい。すごい、すごいですね、161。そうですね、そしてサクサク終わりますね。はい、おやめさん、全部大体いいんじゃないですか。あ、そうです、はい、アベレージが超高いですね。ねえ、はい、いや、これもうラストのレースですけれども、はい、これ次第ではもう本当におやめさんが勝っちゃうか、もしくは山田さんが対抗馬として、で、宮崎さんが三角って感じです。はい、ニーボリさんは、ニーボリさんは最初調子良かったですけどね。そうですね、はい、さっきのレースは8位でした。ニーボリさん、女子の部下とかに持ってそうですね。いや、もうすごいですよ、もう、はい、もうちぎっては投げ、ちぎっては投げ。そうですね、はい、じゃあもうレースとかどうでもいいですか。そうですね、はい、あつじさんも全然じゃないですか。あつじさんですね。あつじさん、はい、あつじさん、ね、え、なんで、いやいやいや、すいません、すいません、間違えちゃいました。え、それ見えてないんすか。いや、ちっちゃい鶴に見えました。何のためのメガネなの。これ、あ、結構どこかないんです。いや、厚地さんでしょ、これ。すいません、どうちっちゃい鶴に見えるんですか。びっくりするわ、この人。なんかちょっと書き間違えちゃったそれ、あの、はい、もう一回視力検査行った方がいいですよ、多分。確かにそうかもしれない。見えてないですもん。あ、ほら、厚地さんですね。はい、はい、M 字の方。いや、M 字の方ではないです、はい、やろっかなって言っただけ で、 でやってはないので。さあ、皆さんゴール地点に。結局また山中さんゴールできなかった。集合して集められなかった。いや、もうでもラストで見せてくれるんじゃないかなと思いますね。いや、無理でしょう。さあ、現在暫定1位が、はい、知恵。それは暫定1位は、それは宮崎さんでしょう、はい、それはね、総合では取るでしょう、なんだかんだ言っても。さあ、これジャンプの次は、これは何ですか。最後はレース、レースですね。これでも王冠ついてるのチリの方ですから、アツシさんが今暫定1位かもしれない。え、そうじゃないんですか、これ。そうなんですか。あ、違います。あ、それだけなんですね。じゃあ、総合1位。あ、そうですよね、アツシさんが。はい。え、地味にやってた。いやいや、これちょっとやばいですよ。実はサブマリン式で目立たないように1位を狙っていた可能性がある。怖いね。やばいですよ。いや、お嫁さんもいいとこ行くんじゃないですか。いや、はい、いいレースにはなってますね。このレースはコロンビアの方、やっぱり宮崎さんが、うん、はい、クラッシュしなければこのまま1位になる可能性があります、ね、うん、はい、ちょっと不穏ですけど。あつさん、コントローラーと一緒に、あつさんはあの一緒に動くタイプですね。あ、そうですね、はい、おっと、あれ、停電出た出た妖怪お呼び。これいいと思いましたけども、ゴール前になると
制定をさせるという妖怪およびおいおよび盛り上がってるゲームレースに来るという妖怪およびいや面白かった言ったこと停電してこれはどうなんですか。これ配信も止まっちゃった感じ。分かんないです。どうなんですか、ね、どうなんですか。これ配信は流れてんの。あ、でも停電っぽいですね。配信は流れてんの。あ、流れてる。あ、配信は流れてんの。すいません、ただいま停電でございます。はい、電気が落ちちゃいました。はい、でもここだけついてスポットライトはついてて、ゲームの電源、盛り上がってるところに、はい、電源が全部落ちるという停電するというそれが妖怪およべそういう妖怪だったんですね。およべさん言うといてくださいよ。いそしたら全然関係ないのに責められる。さあこれはどういったどうしましょうか。に、はい、ねえもう一回最初からやってもね時間の方もありますしね。確かにサクサク言ってましたけどもね。ということで現段階であの段階で、1位だった人を、はい、優勝とさせていただきたいんですけども。いやでも見たところはアッチさんでしたけどもね。はい、あですよね。はい、そうですね。ということでございまして、はい、優勝は妖怪およべ。もしかしたらアツチに抜かれるかもしれないから、はい、電源コードを全部落とした妖怪およべ。恐ろしい荒技ですよ ね、 ね、はい、さあそれでは皆さん、はい、舞台上へお上がりください。お疲れ様でした。お疲れ様でございまし た、 ましたね。えいやいいところだったんですけども ね、 ねちょっと電気の方が、ね落ちちゃったということでございまして。さあ大嫁さん、はい、はい、すごいおめでとうございます。はい、ありがとうございま す、 すごい。これはどうもやっぱ優勝するために今日はなんかこう秘策とかあったんですか。仕事中にずっとやってたから。みんなやっぱ仕事中にやってた。仕事してください皆さん。はい、すみません。はい、ということでおめでとうございまーす。さあということでございまして、後半戦の前に Need for Speed Most Wanted のプロデューサーリアン・ロームさんのインタビューをご覧ください。どうぞ。So in Most Wanted, there's a huge variety of cars. We've done that particularly for our multiplayer because of the different challenges and speed tests that you can do in the multiplayer events. So sometimes you need a really quick car, sometimes you need a really heavy car if you want to take down your opponents. So we've got the Ford Raptor, which is a big truck. We've got Aerial Atom, which is a small little open top race car. And then we've got the supercars that you'd expect in a Need for Speed game. So the Bugatti Veyron and the really high-end sports cars. And each car has its own unique handling as well. So it's a unique handling model for each car, which means you get that different gameplay across the different cars. And essentially, we just want people to play the game and be able to drive a sports car that they can't drive in real life and crash it and drive around the open world and just have fun driving that car that they probably would never own in real life. For Speed Most Wanted or Tena Shendene, さあそれでは後半の一般参加マルチプレイトーナメントへ参りましょう。はい、それでは今回の参加者に登場していただきましょう。お前ら出てこいよ。なんだこれ、なんで息を合わせてんのこれ。見てください、これが一般参加のノリです。そうですよね、はい、今一般参加のノリを見せていきました、はい、いや皆さん多分結構年はそうなんですよ、はい、でもなんか手死ねねえよ。いや、なんいやもういやお前ら二人はもう慣れすぎやモストウォンテッドに、何回出てるんだって本当に。さあということでございまして、はい、自己紹介の方お願いします。さあもう毎回来て、もう毎回来て毎回負けて一度も優勝できない。さあお名前は。白猫です。白猫、いやもうマイクの距離感も分かんない白猫、はい、もう今日こそ頼む、今日最後やからね白猫、はい、今日取れんかったらもう終わりやからね。最終回来ても困るからね、うん、優勝しないように来たらね、見に来るだけじゃないよ本当ダメです。はい、さあと続きまして、さあそれでは行きましょう。あ、お名前は。レモンです。レモンさん、レモンさん初めてですよね。はい、今日はなんですか、誰の紹介で。紹介なくて普通に応募してきて、ちょっと怖いですね。じゃあ強いですね、はい、ちょっと怖いですけども、じゃあよろしくお願いします。
さあ、そして、はい、お前は大丈夫。はい、行きましょう。さあ、自己紹介お願いします。はい、ヌゾンと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつもいますね。そう。え、優勝せんかったっけ？2位は取ってた、ね、そうかそうか、2位か、はい、はい、さあ、そして親父枠から赤堂です。赤堂さん、ね、初めてですね。3回目です。あー、結構来てますね。3回目です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、そして、人数合わせ兼辻元の応援、通風です。通風さん、この方は前回優勝された方なんで、はい、今日は、出ていただくんですが、優勝されても関係ない。そうです、はい、わ、はい、かりました、ね、はい、はい、じゃあ今日優勝できるようにね、ご友達頑張ってください。はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは皆さん、スタンバイの方お願いします。はい、ちょっとお待ちいたしましょう。はい、わかりました。はい、さあ、はい、さあ、それでは皆さん、スタンバイの方お願いします。今回、序盤が勝負ですね。ん、何、そうなんですか。そういう心配いらないです。大丈夫です、大丈夫です、はい、さあ、皆さん、このチャンスですからね。そうですね、かなり緊張してらっしゃいますよ。はい、スタートしてください、はい、頑張って、はい、いや、でも、もうあの常連の方が多いんで、そうですね、かなり上手いんですよね。ただ、この中で一人しか優勝できないっていう、これが、そうですね、いや、あのね、はい、僕ね、これ見た感じね、はい、そんな上手くないです。そうなんですか。白猫とやっぱりね、あのヌドン毎回来て毎回1位取れませんから、じゃあ、ここで誰が優勝しそうか、ちょっとかけてみたりします。俺ですか、はい、あ、いいですよ。この方の方がいいですね。はい、レモン。あ、レモンさん、いっちゃいます。はい、おー、いや、あの、やっぱ謎の人物なので。確かにそうですね。いきなり来て初めてです。やっぱりね、あのカメラ回ってるのにマスクして顔隠す、これはね、何か、はい、ゲーム業界でやっぱりこう知られてるから顔隠してきたんじゃないかと私は思ってますよ。大会嵐かもしれませんね。わかりませんからね。はい、僕は白猫ですかね。やっぱりもう一番出てますからね。白猫、今日やって、白猫は本当に、いや、白猫の兄が今カメラ回してるんで、ちょっともう頑張らないと。あの、坊主っていうだけで、あの、お兄ちゃんではないからね。しか映ってないですから、あの、わかりませんから、見てる人は、本当にね。はい、じゃあ、さあ、はい、セントスさんは誰だと思いますか。自分はですね、やっぱりこの盟友のヌドンさんをですね、応援したいと思ってますね。ヌドン、はい、おー、頑張ってください、ヌドン。ヌドン、今日もう優勝できなかったらもうダメですからね。来ちゃって、見に来る分にはいいけども、はい、後ろから見てるんで、まあ、後ろから見たら、あの、こう出てることがありますから、あの、前から見てください。そんなに日頃予定ない。メニューは十字キーの右押してもらって、はい、マルチプレイヤーに入って。レモンさんは、はい、あの、今日初めてですけど、普段何をされてるんですか。普段コロンビ見てます。うわ、お、なかなかな返し、まあ、間違いではないんですけどね。普段何をしてるんですか。生きてます。はい、うん、お疲れ。さすが柑橘類といったところでしょうか。ちょっと謎が多いですね。多いです。さあ、でも動いてみたら実は強いって方多いんですよ。分かんないですよね、はい、さあ、はい、赤堂さん、赤堂さんも3回目とのことですね。赤堂さん3回目、はい、赤堂さん、今までの成績どんな感じでしたっけ。初っ端が6位で、うん、前回が3位ですね。あ、じゃあ徐々にランクを上げてきてるという感じなんですね。わかりました。ちなみに白猫は何回目今日。5回目です。5回目、1回覗いて全部来たって感じですね。1回目覗いてですね。ね、すごいな。それで、ランクは今どれぐらいですか。今ないないない、2232です。あ、22232ですね。あ、だ、惜しいとこまで行ってんですね。だ、いつも23位止まりなんですよ。だ、今日こそは白猫ね、はい、優勝した。泣くんじゃない、優勝したら白猫も。そうですね、ね、ここまでね、はい、抱きついです。いや、それは構いませんけどね。はい、抱きしてきたら私、膝切り入れますから。ガボーンと簡単に入っちゃいますね。簡単に入れますんで、はい、さあ、はい、さあ、ヌドンの成績はどうなんやったっけ。うわー、もういいとこでダメになっちゃうんですよね。え、今まで何回目今日で。一般参加2回目です、ね、2回目で、はい、ないないに2位ですね。そうです、前は2位でした。前は2位でした、はい、あ、かなり惜しいところまで行ったんですよ。そうか、はい、じゃあ1位1頑張ります。ライバルは誰ですか。ライバルは、うん、白猫。白猫負けねえかな。絶対負けねえ、絶対負けねえ。あの、ドリフトの時に横から突っ込むから。ドリフトゼロメートルにしたよ、ゼロメートルに。もう言い合いで白猫が弱すぎる。さあ、
そして、はい、あとは、前が、前回前々回かな優勝された辻本さん と、そして辻本さん、あ、前回ですね、前回、はい、前回ね、前回ですね、はい、あと辻本さん、その友人さんですね、友人さん、はい、友人さんちょっと足組んで態度がでかいですね、はい、はい、始まっちゃってますね、彼の中 で、友人さんは、うん、さあ、はい、レモンさんにちょっと聞いてみましょうか、はい、レモンさん、これ何回目ぐらいですか、これやんのゲームやる、わ、わかんないですもん、もう結構やり慣れて、はい、なるほど、自信のほどはありますか？いや、ないです。ない。いや、これが一番怖いんですよね。そうですよね。やってるのに自信がない。はい、数えられないぐらいやってるのに自信がないっていうのは、ちょっといかにというところで。はい。あ、もう、そうや、ライバル聞いとこう。赤藤さん、ライバル誰ですか？ライバルは白猫くんですね。おお、結構白猫ライバルに。じゃあ、全員で潰しましょう。そう。オッケー。オッケー、白猫潰す。ちょっと待ってよ。白猫、白猫。口喧嘩が弱すぎる。みんな友達だと思ってさっきまですごい仲良かったのに、いきなりこれですからね。なんでその的を絞られてるそうっすね。あ、表現してる。さあ、ということでございまして、はい、どうなるんでしょうかね、ちょっとやっぱ準備中という感じなんですけど、はい、はい、はい、さあそろそろ準備ができるようですけれども、はい、やはり皆様意気込みは十分ですね。もう今日最後でしょ、勝つの。はい、もうこれ一般参加のトーナメント今日最後ですからね。今日ラストです。次はもう決勝大会ですからね。いや本当に今日優勝できなかったらもう皆さん終わりですからね。さようなら。お疲れ。お疲れですよ。疲れてません。疲れてません。あ、そういう返事です。あ、そういう話じゃない。そういう話です。あの、そういう会社多いですよ皆さん。普段何してるんですか。生きてますとか。お疲れ。疲れてませんとか。そういうことじゃないですからね。本当に。はい、間違ってはないんですけどね。はい。お願いします。僕は間違ってません。いや、うわ。ムカつく、俺こんな、俺もし学校の生徒でこいつ生徒やったら俺もうフルボッコしてます。いやダメです、ダメです、ダメです。はい、ヌドンさんいいとこもあるんですよ、ちょっとだけ。ヌドンは、はい、ヌドンは、はい、今日のためになんかやってきたことってあるんですか？今日のために、うん、今日のために、あの、昨日、うん、あの、バーンアウトリベンジをやりました。何？バーンアウトリベンジをやりました。違うゲーム、違うゲーム、違うゲーム。同じ会社だからいいかなみたいな。同じ会社だからいいからじゃねえ、これをやんなさいよ。はい、いや、これもやりました。これもやってきたのね。白猫は今日なんか優勝する自信はあるんですか？いや、ないですね。あー、ないですか。緊張してなんかもうね、手が震えない。いつも緊張してるよね。そうですね。やばいっす、今もう心臓バックバックで、もう手首ブルブルですよ。手首ブルブル？見た感じ全然手首ブルブルしてない。あの、本当に今押さえてる感じ。マジっすか。わ、本当や、めっちゃ震えてる。いや、プレッシャーが半端ないですよね。さあ、それでは、はい、準備ができたみたいです、ね、ができたみたいです、はい、さあ、それでは皆さん、まず、集合してください。はい、チェックポイント。まず最初は、タイムですね。はい、はい、どんだけ速いタイムが出せるか。そうです。速度レースでございます。はい、さあ、皆さん、集合地点に集まってください。これ、かなりハイレベルじゃないですか、じゃあ。そうですね、だって今までの、優勝できなかった2位、3位の方とかもいらっしゃいますし、もう集結してますから ね、はい、やばいですよ。だってチャンピオンの友達も来てるわけですから、はい、チャンピオンの友達ってことはチャンピオンに鍛えられてますからね。逆に今回初めて見られた方がレモンさんだけかもしれない、はい、なるほど、不可解な、うん、これ誰が一番年上なんやろ。レモンさん何歳？21歳。あ、若いです。白猫は19です。19歳。赤堂は35です。あ、35? え、1個上？ちょっと呼び捨てめっちゃ調子乗ったやん。え、1個上？1個上ですよ。先輩よ。先輩ですね。赤堂上しばき倒すぜ。いや、しばき倒すぜまで言うて。先輩よ。すいません、赤堂さん。え、1977年生まれですか？うわ、先輩や。すいません。すいません、なんかうちの相方が。すいません。すいません。え、ヌドンは30ぐらいです。30ぐらい。30でいいやろ、そこは。はい、もう。あと通風さんですね。通風さんは何歳？21。で、通風の友達は辻本さんですね。辻本は21。赤堂さんだけ先輩やった。そうですね、精神年齢をガクンと上げてらっしゃる方で。でも見た目若いですよね。あ、いい子ですよね。全然、本当に俺18歳ぐらいかと思ったもん。ちなみに一応、あの、一時の子持ちです。お、え、マジで？マジですか？え、奥さん何人ですか？奥さんは蒸発しました。蒸発したの？うわ、聞かんかったよかった。何回失敗してる。いい加減せよ。いや、ま、一人の責任はコンビの責任だから。まさかそんなこと思わんもんだって。気ぃつけろよ。
ギスケるよ。すみません、成功しませんね。すみません、はい、さあ、ということでございまして、はい、さあ、気を取り直してまいりましょう。さあ、皆さん集合地点に行ってくださいね。はい、生活を忘れて、ちょっと赤堂さんにはちょっと優しくしましょう。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、では、チェックポイントに行かれたようですので、はい、まずは最初のスピードのチェック。さあ、スピードチェックでございます。はい、さあ、行きましょう。でも皆さん上手いからな。はい、かなりの記録が期待できますね。さあ、始まりました。はい、お、ヌドンがちょっと F1 タイプのやつでちょっとやってますね。いや、あれはでもスピード出ますよ。はい、超吹っ飛びますけどね。やり慣れてますね、はい、これにはこれっていうのをちょっとヌドン分かってるっぽいですね。いや、ヌドンさん本当やり込む方なんで、ゲーム好きなんで、何でもどのゲームでもやり込むんですよね。なるほど。このゲームかなり実はやってらっしゃる可能性が高いです。分かりました。はい、さあさあ、どうでしょうね。皆さんクラッシュが多いですが、記録が見れるかな、近くに。ああ、あ、おい、はい、めっちゃ早いですね。はい、さっきのレース並みに皆さん好記録をどんどん出してますね。うわ、早い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 と思います。はい、まずはコロンビアの方が今暫定1位。それがコロンビア誰ですか。ヌドンですね。ヌドン、はい、うわー、ちょっと余裕、おー、余裕発動きましたね。あー、やっ、言うてるそばから余裕ですよ、余裕ですよ。あの満身が危ないな。赤堂さんとぶつかってるもんだって。はい、ヌドンさん前実況者会の時に、うん、手抜きすぎて危なかった人ですからね。そっかそっか。そうです、そうです。なんか余裕すぎて、はいはい、そうです、そういうところがあるんですね。そうです、ちょっと甘く見ちゃうところありますね。はい、退場してもうダメです、記録なしです。えー、はい、もう退場させられた。何してるんですか。まだ記憶が残ってます。あ、大丈夫ですか。お、後ろから、後ろから白猫がヌドンをフルボッコリしましたね。はい、やるね。いいですね、いいですね。しかも1位です。これです、これです。おー、ほんとだ、すごいですね、白猫さん。これ本当にみんなプライドをかけた戦い、試合と言ってもいいんじゃないですかね。さあ、スピードテスト、1位は白猫。さあ、いいですね、幸先いいですね、白猫。はい、これすごいですよ。247キロ出しました。はい、さあ、続いて、皆さんもう一度集合場所に行ってください。はい、いや、でもハイレベルですね、記録が本当に。いや、高い高い、やばいよ、白猫、はい、どうよ、ヌドン、白猫が今1位でフィニッシュ、退場させられたよ。やばいっすね、やばいね、やばいっすね、やっぱ最初に潰しとくべきですよね。最初に潰…さあ、なんて言いました。負けねえかんな。その負けねえかんなもなんかちょっと弱いっすね。そうですね、はい、ちょっと急いで喋んなくちゃみたいなところありますね。そう、はい、あのね、悪口が下手。いや、でもいい方なのかもしれませんよ。はい、ね、言い慣れてないんですよね。負けねえぞとか、バカ野郎とか、そういう言葉はね、普段絶対使わないんですよ。いや、でも素晴らしいですね。さあ、中央地点に行ってくださいね。はい、中央地点ですね。はい、さあ、あと10秒でブラジルです。白猫はブラジル。はい、ブラジルが、みんなでブラジルを倒しました。ちょい待て、みんなでフルボックする感じ。どうだったんですか、今初めて参加したレモンさんは。さっき何位でした。4位です。4位。あ、でも悪くないですね、このメンツの中で4位っていうのはなかなか。なるほど、はい、最初隠してるかもしれない。可能性あります。あと得意不得意もありますんで、はい、スピードテストに比べてもレースがいい。いいゲーム。さあ、今白猫が、みんなから狙われております。よっしゃよっしゃ、ざまみろざまみろざまみろ。あ、激しい言葉出てますね。なんでもないです、マイク向けたらウフフって。でも今日だけで白猫さん、ちょっとなんか悪い人になって帰っちゃうかもしれませんね。なんかどんどん、これは今何をやられてるんですか。これはですね、レースです。レースですね、はい、チェックポイント、え、レースかって言ってた方いらっしゃいませんでした。レースございますよ。はい、チェックポイントをくぐっていってゴールを目指していただくというレースで、はい、現在このレースの1位がエクアドル。あ、そうです、エクアドルの方ですね。はい、レモンさんですよ、ほら。マジで、さすがでございます。レモンさん1位。え、2位は、2位は2位はですね、コロンビアですから、ヌドンさんですね。なんで僕めっちゃマイク向けられてるんですか。ん、いや、2位だからですよ。はい、あ、2位だから、はい、早いある2位ですよ。いや、なんで向けられてるんだって。いや、今、あなたの番だから。そうです、そうです。はい、ありがとうございます、はい、そうです。4番のコロンビア、ヌドンさんが現在2位となっていますね。あれ、1位入れ替わったんじゃないですか。いや、まだ大丈夫。あ、いや、入れ替わりましたね。入れ替わりましたね。はい、1位は現在1位ヌドンさんですね。ヌドン、はい、あれ、1位だった。1位ですよ、1位。いや、もう1回そこ、なんでマイク向けられてるんですかって言えよ、そこ。そこもう一回マイク向けられて、なんで僕に向けられてるんですかでしょ。あ、負けた。難しいですね。一般の方に何の説教してるんですか。いや、遅いわもう。さあ、もうゴールしている方が3名いらっしゃいますね。はい、やっぱり1位はエクアドルのレモンさんと。素晴らしいですね、レモンが1位でゴールして、はい、さあ、白猫は
4位です。4位4位でしたか。4位か。え、2位誰でした？2位はコロンビアのドドンさんで、はい、3位が赤堂さん。そうですね、はい、コロンビアあれ前回チャンピオンが、チャンピオンさんもしかしたら手抜いて、え、手抜いてるわけじゃなくて、手抜いてるわけじゃなくて、コンディションが悪い、ガチでやってってことは、これやっぱレベルが高いってことですね。だって前回だって1位ですよ。いや、あのやっぱコントローラーの感じがいつもと違うっていうのが高いです。あー、言い訳すんな、はい、それ俺も一緒だぞ。え、それはみんな一緒ですからね。それは自分も一緒ですよ。かわいいですね。はい、急増する白猫ファンって感じですね。これで彼女ゲット。なんですか白猫。なんでもないです。なんでもないです。なんでもないです。取れなかったです。恥ずかしくて言えない。これで彼女ゲットみたいな声出すんですか。あ、いや、なんだこれで彼女ゲットみたいな。そうです、難しい。そんな簡単なもんじゃないですよ、彼女って。さすがそこら辺はお詳しいですね。はい。そんなね、これで、あの、スピードテストで、あれ1位取ったからって、彼女できるもんじゃないからね。めっちゃ恥ずかしい。いや、でも、放送見てる方でファンが増えてるかもしれません。いや、白猫無理でしょ。わ、そうでしたか。ただ白いですね、気持ちですよね。私は黒猫よみたいな方もいらっしゃると思うんですよね。お、なんすか、ちょっとうまいこと言おうとして、ちょこちょこ自分から捕まりに行くのやめようよ。本当にそんな馬ないからね、私が黒猫、別に白猫と黒猫がなんか付き合うというイメージもないですし、たびたびね、なんか横では捕まえたいなって言葉言ってる。大したこと言ってる。大したこと言ってない。ちょっと俺できる辞書感で喋るけど、全然大したこと言ってないんですよ。捕まえてくださいね、キヨッツさん。はい、切りないぞ、でも。いいよ、いいよ。さあ、これは、スピードテストですね。はい。あ、え、どうだったかな。あ、ジャンプか。え、ジャンプじゃないですよ。ドリフトですよ。あ、ドリフトか、ドリフト。今さ、一人で違う演技やってますよ。大丈夫ですか。ドリフト、ドリフト。ということは、やっぱりヌドンさんの記録は、よっしゃ、1位だ。さあ、1人ドリフトなのにジャンプと間違えていたヌドンが何位ですか、今。今、5位ですね。でしょうね。でしょうね。でしょうね。1位は誰ですか、今。はい、このレースではですね、お、白猫。お、いいね。いいね。はい。いいね。でも、もうそのすぐ後ろにもう、はい、抜けれた。点数近い、もう赤堂さんが今、もう抜きそうです。いや、でも 600m はやばいですよ。これは。あれ、でも地味に、はい、地味に辻本さん、はい、これ暫定1位です。1位ですよね。そうです。実は目立ってないですけども、現在暫定1位は辻本さん。実はね、白猫、はい、負けてます。まずいですね。はい、なんとかしないと。はい、残りあと2つのジャンプとレースしかありませんからね。はい、さあ、このまま終了ですね。このレースに関しては白猫さんが1位となり、この点数が入るとわからないんですけれども。さあ、このスピードテストは、はい、白猫が、そうです、1位でフィニッシュいたしました、はいはい、これによりどうなるんでしょうかね。さあ、分かりませんよ。いや、でもトップはですね、結構僅差だと思いますね。やっぱりあの白猫さんとヌドンさんと辻本さんが今争ってる感じになっております、はい、しかし他の方も点数はいいので、はい、全然抜ける。僕はぜひとも赤堂さんに頑張ってほしいですけどね。失礼をしましたから。幸せになってほしいです。そうですね、はい、さあ、また集合地点に戻りますね、はい、集合地点。次がジャンプですね。そうです、はい、はい、ヌドン、次がジャンプや。そうですね、ドリフト、ドリフトでしたっけ。いや、ドリフトじゃない、ジャンプ。今のいいボケですね。今のいいボケですとか言わないでくださいね。ほら、もう、はい、何、やばい、何ボケまで解説してるの。怖いわなぁ。なんか解説されると面白くなかったみたい。自分に甘くて他人に厳しいさ。本当に最低ですよ。あ、でまた写真撮ってください。写真撮ってくださいじゃないですよ。何の写真。さあ、来ましたね。さあ、集合していきました。さあ、開始までスタート。はい、さあ、皆さん、ジャンプでございます。ジャンプですよ。さあ、ジャンプ地点まで最高速で行っていただいて、ね、さっきのだってね、皆さんすごかったですもんね。160ぐらいでましたね。161出ましたからね、はい、さあ、よしと言った白猫146。あ、あれ、もうすぐ157、誰これ。これはですね、チリですから辻本さんですね。辻本ちゃん、はい、へぇ、急に軽だった。あんなキャラやったっけ。1位、157出ましたね。これ157出るってやばいですよ。いや、ジャンプ、本当に白猫さん得意なんで、うん、これ超えていかないと。いった、白猫中だろ。ああ、どう。いや、今のはさっきの記録下でしたね。なるほど。まずいですよ、これ。あ、はい、まずいですよ。で、まだ40秒ありますから、なんとかしていただければと思うんですが、はい、今のところ辻本さんで157を抜く人はいない、はい、ってことは、やっぱさっきのエキシビジョンマッチの161ってかなり、いや、半端ないですよ。かなりレベル高いですね、
あれすごいわ。淡々とやってましたからね。ね。はい。おお。いや、いかない。ああ、厳しい。いかない。144。うわあ。ちっちゃい声で、ちっちゃい声が。何すんねん。はい、かわいいですね。邪魔した加藤さんに、ちっちゃい声で。何すんねん。いや、このジャンプはしかし、いやー、やっぱ140台ですね、161、やっぱなかなかの記録ですね。はい、10秒切って、あと残り5秒、これラストジャンプでしょうか。あー、惜しい。はい、あと4メートルでしたけどね。うわ、惜しかった、はい、153、白猫。はい、残り4メートル、4メートル記録抜けなかったということでございまして、はい、これは辻本さんがそうですね、変わらず1位ということでございますね。辻本さん、これやばいですよ。強いな。やばいですよ、はい、でもこれいい感じになってきてるじゃないですか、はい、今さあ、これで今集合地点に集まって、これが最後の競技ですね。そうです。何ですか。レースでございます。レースでございますよ、はい、皆さん、ね、あ、なんか言ってますね。1位の方がなんか弱音ばっか入ってますね。はい、言い訳、言い訳男。おい、言い訳ばっかして。コンセン大丈夫かな。言い訳ばっかして。え、どうだったんですか。コース間違えて飛びませんでした。はい、言い訳。言い訳。はい、言い訳。言い訳。辻本さん、調子いいですね。はい。ね、ぶっちゃけ余裕っす。お、ぶっちゃけ余裕。白猫言われましたよ。ぶっちゃけ余裕って、白猫。負けねえぞ。だから弱いんですよ、返しが。負けねえぞ。全然、なんか言い返すの割りが合ってない。はい、そうですね。さあ、始まってますね。そうです。まだでもこのレース次第ではどうなるか分かりませんからね。そうですね、はい、うん、やっぱこうぶつけてね。さあ、準備はいいか。はい、始まりますよ。いきますよ、最終競技でございますからね、はい、さあ、3、2、1、スタート。スタートです。やばい、やばい、後ろめっちゃ来てる。さあ、みんなが白猫狙いでしょうか。はい、白猫が追われてる感じですね。はい、おー、今1位が白猫さんですよ。お、でも現在1位、はい、このままゴールしたいところですが、このプレッシャーやばいでしょうね。あ、でもうまいうまい、白猫。いや、うまいです、うまいです。はい、うまいうまい。あ、いいね、いいね。やり込んでるな。お、やり込んでますね、はい、いい感じで巻かれてますよ。はい、いい、いい操作、いい操作。いいですよ、いい操作。あー、怖い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 。さあ、しかし2位の…さあ、2位につけたのは誰ですか。いや、辻本さんなんですよ、これ。辻本さんが後を追う。これ、ワンミスが命取りですよ。うわー、命取りですよ、はい、もう見えてますからね、はい、さあ、どうする。うー、来てうわー、来てますね、はい、でも、もう距離的にはもう、本当にわずか。やばいですね、はい、ね、うわー、わー。さあ、ここで白猫がクラッシュして、はい、辻本ちゃんが抜きました。はい、さあ、その後を追うのは、追うのはですね、まだ順位的には白猫さんなんですけれども、はい、ワンクラッシュはきついんじゃないかなと思いますね。今のクラッシュはきついですね、はい、だいぶ先行ってますからね、辻本ちゃんが。クラッシュしろ。いや、これも順位的にも辻本さんですし、はい、このまま1位取られたら 100% だ。白猫はこれ1位取んないと厳しいかもしれないですね、はいはい、さあ、前には見えているんですけども、さあ、前に見つけたか、白猫。さあ、前に見つけた、白猫が見つけた、はい、さあ、抜くか。おー、どうする、白猫。おー、あー、早かった。大事なとこ、大事なところ、あそこを曲がれないと。今の良かったんですかね。良かったけどな、プレッシャーが半端ないやろな、プレッシャーが、はい、頑張れ、白猫。いや、お前これで負けたらもう来れんぞ、来週。いや、見に来る。一番最大出演なんやから、白猫、はい、6回中5回1つやから、白猫。クラッシュもしちゃいましたね。やっぱりこの MC 陣も感情移入しちゃいますよね、はい、一番出てますからね。いや、それは嬉しいです、はい、それは頑張ってほしいですよ、それは。昔は無口キャラとかありましたけども、うん、はい、思い出されそうだと思う。いろんなキャラやってきましたもんね、喋、はいはい、んないキャラとか。あれは緊張です。あ、緊張。そうですね。現在1位、また辻もっちゃん。いや、これはもう、まあ本当に順当な走りをすごくしてますね。3位にヌドンかな。そう、いや、違いますね。あ、違うか。ヌドンさんは3位に、ね、あれか、はい、デモンか。はい、うん、いや、でも結構後続を引き離してる感じはありますね。うわ、どうなるやろ。フラッシュしまくりですね、レモンさん。あ、負けた、俺負けた。いや、諦めるだって、もう負けたとか言うなって、頑張れって。いや、でも今ゴールしちゃいましたね、辻本さんが1位でゴールしちゃいました。はい、あ、あ、そう、ごめん。そうですね、白猫は。いや、でも何かあるかもしれませんね、はい、でもこれゴールして、まだみんなゴールするまでまだちょっと時間、ポイント稼げるんですね。そうです、今ほら、ポイント稼げ、ポイント、そう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 、ポイント稼げ。あー、2位でフィニッシュ。でもまだ今ポイント稼いでいいでしょ。はい、まだ大丈夫ですよ。いけいけいけ、ポイント稼いで、白猫、頑張れ頑張れ。まあ、特に1位の人を狙うと、かなり高得点。いいですね、いいですね、白猫が邪魔をする。思いっきりやってますね。さっきまで、ごめん、強
クラム組んでたメンツとは思えませんね、これちょっと悪人やらせてほしい。いいぞ、ポイント集めてますよ、白猫が。こんなん、はい、こんなん見てる。あれ、ルドン今日全然出てたんで。じゃあ、ちょっと道間違えてさっき。ルドン、まだ、やっとクリアですね、今ルドン。はい、これにて全てのレースが終了になりましたね。さあ、終了でございます。はい、いやお疲れ様でした。さあ、ということで、総合的に優勝したのは誰でしょうか。はい、まだ一応出てきてはいませんが、はい、はい、誰でしょうか、ね、さあ、誰でしょうか。さあ、祈る白猫祈る。はい、出ましたね、1位やはり辻元さんと。1位は辻元さんです。おめでとう、おめでとうございます。さあ、それでは皆さん後ろの方行ってください、はい、ということで勝ち抜いた辻元さんにはこちらのノベルティを差し上げます。さあ、我々が着ているこのシャツとですね、帽子ですね。はい、そうということで、なんと決勝大会に見事駒を進めた辻元さん、おめでとうございます。ありがとうございます。白猫、白猫、何ちょっと出てこい、ちょっと下がってきなさい、下がってきなさい。いや、どうですか今の気持ちは。まあ正直嬉しいですし、嬉しい、もうみんな友達になれたから、はい、その友達の分も決勝優勝して、はい、あの最強のモストオンデってなろうかなって。うわー、もうコメント用意しとったね。じゃあ、それでは千田さんからノベルティの方は授与されます。おめでとうございます。かっこいいな。いや、かっこいいね。負けてしまいましたけどもね、俺ね、白猫ね2位だと思ったんですよ、はい、見たら4位だったんですよ。白猫、意味わかんない、全然惜しなかったよ、はい、そうです、意味わかんない。ねえ、惜しいとこあったんですけど、 あそこちょっとクラッシュしすぎちゃいました ね、まあ、ね、はい、みんな猛者なんですぐ抜いてちゃいましたね。そうなんですよね。さあ、ということでございまして、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ルドンもね、ぜひ、ね、ぜひ決勝大会見に来てくださいよ、本当に。仲良せ、仲良せ。はい、ありがとうございました、本当にね。はい、皆さん、赤堂さんを慰めてあげてください。あ、はい、あ、すみません、あの、ごめん、カメラ回ってないところでやって。あの、閉めるからカメラ回ってないところでやって。時間も押してるんで、カメラ回ってないところでやって。はい、さあ、ということでございましてね、皆さん、そろそろお時間でございます。はい、さあ、ということでございまして、スタジオでエキシビジョンマッチをやった、皆さん、もう一度、集合してください。お願いします。どうぞ、はい、どうも、今日はどうもありがとうございました。さあ、ということでございまして、さあ、宮崎さんがなんと、はい、ね、全然いい、成績を出せなかったということでございます。はい、その、いかがでしたか。いや、ですね、あれ、脱いで、これを脱いで、うん、もう、来年お願いしますと。もう終わった。世代交代や、世代交代。ジャケット、ちょっと意味ジャケット欲しいだけやろ。めっちゃいいのもらって、ね、めっちゃいいのもらってますよ、はい、すごい似合いますね、ねえ、はい、なんかあのビッグカメラの店員さんみたいな。ちょっとサイズ違いますね。ありがとうございます、本当に。はい、おめでとうございました。はい、さあ、ということでございまして、先ほどの歴史の街で、はい、マイクロソフトさんが勝ったので、はい、30秒間の宣伝タイムをさせていただきます。さあ、それではマイクロソフトさん、はい、はい、じゃあ、宣伝の方どうぞ。はい、XBOX360 よろしくお願いします。ライブ、XBOX ライブですね、今年でなんと10周年を迎えますということで、いろんなお得なキャンペーンも、店頭でやっております。あと年末、ゲームでみんなで楽しんでいただけますので、ぜひ XBOX360 版よろしくお願いいたします。最後でカムはい、よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、来週が、はい、いよいよ、決勝大会ということになっております。はい、うーわー、とうとう来ましたね。もう一般参加の募集はございませんけども、はい、千田さん、これ優勝すると、はい、これ何がもらえるんですか。これですね、はい、豪華のホテルのペアのチケット、はい、それからディナー、あ、豪華ディナー、そうですね、ディナーなんですよ。はい、これすごいですよね、はい、素晴らしいでございます。さあ、ということで今回、最初に言ってましたね、オープニングに出ました、今回、コメントを送っていただいた中で我々が面白いと思った、コメントをくださった方に後日連絡がいきますので、はい、その方には、ゲームをプレゼントさせていただきます。はい、本当に、ね、あの見ていただきましてね、はい、コメントもたくさんいただきました、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。ということでございまして、はい、次回、はい、12月20日
ホストワント TV 最終回スペシャルでございます。で、さあそれでは京さん最後に一言お願いします。僕一言お願いします最後に。はい、みんな会おうぜ